こんにちは。オンラインと福岡と大分で洋裁教室の先生をしている洋裁工房のうさこです。透けるかわいいフリルカフスを作ります。オーガンジーフラットバイアスという端がほつれてこないように最初から斜め方向に切った透ける素材をフリルに使うよ。それとリボンかレースを使います。手首をメジャーで測ってください。手首の2倍の長さに生地を切ります。オーガンジーの中央に2本ギャザー縫いします。ミシンの下糸を引くとギャザーが寄ります。ギャザーの縫い方は説明欄にリンクがあります。わからない方はそちらを見てね。手首プラス1センチくらいに縮めてください。固形の糊でリボンを固定します。春面両方に塗るのがポイントです。リボンは長めに切って後で調節します。貼った直後は剥がれやすいので糊が乾くまで待ってください。リボンの両端を縫います。向きを逆に縫うとシワになるので必ず同じ方向から縫ってください。糸を切ったら完成です。紐だと結びにくいときはスナップボタンにしてください。レースで作っても可愛いですよ。幅を広くすれば首につけるチョーカーに、頭につければヘッドドレスになりますよ。この動画の内容は覚えなくていいんです。見てもわからないというのは理解する能力がないからではなく、頭で想像するための材料、情報が足りないだけなんです。だからその情報を増やすためには覚えるのではなく、実際に作業をしながら動画を一時停止して同じように真似をしてみてください。手を動かすのが先です。情報が揃えば理解は後からついてきますよ。もっと洋裁のことを知りたい、いろいろ作りたいという方は洋裁工房をフォローしてね。